こんにちは。天秤堂院長の和田です。皆さん、清掃ね、するときに必ずチェックとか検査をしてから清掃してらっしゃると思うんですが、まあ、いろんなテクニック、いろんなチェックの仕方がありますよね。で、今回は天秤堂でも使っている簡単な検査を一つご紹介したいと思います。この検査は、カイロプラクティックとかでいうと、反射のテクニックであるとか、反射の検査であるとか、キネシオロジーチェックって言われているものの変化の形だと思ってもらって結構です。そうですね。普通だったら、通常だったらっていうんでしょうかね。足の長さを見て、脚長検査をして、刺激を入れて、変化を読む。で、その変化の仕方によって、一番体が揃うところ、一番緩むところを決定して、それを確定するようにテクニックを使うと思うんですね。で、それと同じように、まあ、筋肉に刺激を入れたりであるとか、筋力を使ってみる方法もあるんですが、足の長さ、特にね、足の長さで見るときとか、力で見るときっていうのはものすごく難しいですよね。実際に僕なんかも使ってましたけれども、確定的に使いこなすには結構時間がかかったような気がします。今回ご紹介するテクニック、チェックは足の長さとかではなくて足の重さを見て、それに合わせて整数を行っていく、そのためのチェックになります。で、例えば重さで見るっていうと、どうやるのかなって思われると思うんですが、重さって意外とね、実は分かりやすいんですね。例えば1円玉と100円玉、手に1円玉を乗せてみる、置いて100円玉を乗せてみる。で、必ず1円玉と100円玉の違いって分かりますよね。やってみると面白いと思いますけれども、それくらい重さに対する感受性っていうのはすごく高いものなんです。だから体が歪んでる時、足の重さをチェックすると、歪んでる、緊張してると、必ず右と左の重さに違いが出てきます。その重さの違いを見て、いろいろ刺激をして、一番収まりのいいところを確定的に整数を行っていく、そのためのチェックです。ちょっと実際にやってみますね。はい、今回は錐体模型っていうんですかね、骨模型を使って説明をしますけれども、まずこう一番最初に見るときに足の重さをこう持ち上げています。で、例えばこっちが緊張してたり、こっちが緊張したり、どちらかが緊張すると右と左のばらつきがまず出てきますので、それが緊張の延長線として重さの違いとして現れてきます。まずその重さの違いを見てあります。その上で今度は、例えば骨盤の矯正を中心にしてらっしゃる方であれば、骨盤に刺激を入れてあげる。で、チェックをする。骨盤に刺激を入れてチェックをしてあげる。ね、それが AS っていう歪みであるのか、PI っていう歪みであるのか、それを比べてあげて、どちらの骨盤に歪みが出ているのか、どちらがどういうふうな歪みなのか、楽になる刺激が入った時っていうのは必ず足の長さが揃ったりであるとか、重かったところが急に軽くなったりします。で、骨格系のテクニックではなくても、筋肉を中心に清掃される方なんかでも、筋肉に例えば大腿四頭筋に刺激を入れる、前頸骨筋に刺激を入れる、その上で見てあげても緩み方っていうのは、これは実際にやった上ですけれども変化が出てきます。それを確定的にどういったところが緊張しているのかっていうことを見ながら整数してあげればいいと思います。もう一つには、ちょっと離れたところになってくると、首右向いてください、左向いてみてくださいって言って、その度に足を持ち上げる、チェックをしてあげると楽になる方向が必ず出てきます。で、その
楽になる方向を確定的に整数をしてあげればいいと思います。これ同じようにね、足の重さを見た上でいろんな歪み、皆さん使ってらっしゃるテクニックに加えて、もちろん結構ですけれども、針であるとか、例えばトレーニングする上なんかでも、この検査っていうのは有効に働くんじゃないかなと思います。とても簡単なテクニックです。やってみてください。ちょっと簡単な説明になってしまったんですが、実際にね、使ってみると変化の幅っていうのは必ず出てきます。とても簡単でね、最初はどうしても初めてやることっていうのは容量もね違ったりとか、分かりにくいかもしれませんけれども、テクニックそのもの、チェックっていうテクニックそのものも練習によってどん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 皆さんのあった形に変わってくると思います。もうぜひやってみてください。今日はこれで終わりましょう。